そこでマイクラの村づくり、はい、今日はチョコレートを使ってリアルなマイクラの世界を作っていきたいと思います。まず最初に作るのはミルクチョコを使って茶色のクロックを作っていきます。耐熱容器にひたすらチョコを割って入れて溶かしていくだけ。ほら、ドロドロに溶けてるでしょ。これでどうやってマイクラの世界を作るかというと、この氷を作るトレーにチョコレートを流して固めていくだけ。それが土や木のブロックになるんだよ。チョコの甘い匂いに包まれて幸せ。同じ大きさになるようにチョコをきれいにならして冷蔵庫に入れて固まるのを待ちます。チョコレートで作るマイクラの世界見てみたいって人はグッドボタンで応援してね。続いて作るのは草ブロック。これはリアルなマイクラの世界を作るのに一番たくさん作らなきゃいけないブロックかな。実際のゲームでもいろんなブロックが組み合わさって世界ができているよね。草ブロックを作るにはホワイトチョコレートを溶かした中にこのパン粉を入れます。パン粉って思うかもしれないけど、これね、クランチチョコみたいで美味しいの。それにこの抹茶パウダーで緑にしちゃいます。はい、草部分の完成です。同じように土部分もミルクチョコにパン粉を混ぜて作ります。混ぜたらまたまたトレーに流していきます。ザクザクしてるから入れにくいけど、隙間がないようにしっかり詰めておかなきゃね。土部分がだいたい埋まったら、さっき作った草部分をギュッと押し付けて土部分と一体化させます。これで草ブロックができるはず。はい、これも冷蔵庫で冷やします。この調子でどんどん作っていきます。今度は緑のブロックも作っていくよ。さっき作った草ブロックも緑の仲間だよね。今から作るのは一体何になるでしょうか。わかった人はコメント欄で教えてね。同じようにホワイトチョコに青色をつけた青いブロック。マイクラで青といえば水だよね。他にも氷ブロックやラピスラズリとかいろいろあるよね。次は石のブロックだよ。マイクラの村を作るのに石畳を敷いていこうと思ってるから、ホワイトチョコに黒色を混ぜて作るよ。他に村作りに必要なものって何があるかな。あ、そうだ、畑を作ろう。畑を作るには周りの囲いがいるよね。じゃあ原木ブロックを作らなきゃ。原木ブロックを作るには木の年輪っぽさを出すためにミルクチョコを使ってチョコのケースを作っていきます。氷のトレーにチョコを流して固まる前にひっくり返していらないチョコを流しておくよ。上からもう一度チョコを流すから急いで冷蔵庫に入れて冷やすよ。そろそろ最初の土ブロックができてると思うから出してみるね。すっごく固まってる。このトレーをパキパキっと、硬い、全然外れないよ。もう一度、よいしょ。はあ、よかった、なんとか外れたわ。おいしそう。でもこれを食べて足りなくなると困るから我慢我慢。続いて草ブロックはどうなったかな。これもなかなか外れそうにないよ。よかった、ちゃんとひっついたまま外せれた。どうですか、草ブロックに見えますか。見えるよって思ってくれたらグッドボタンよろしくお願いします。さあ、お待たせしました、原木の続きを作っていきます。さあ、冷蔵庫に入れて冷やしたチョコの上からホワイトチョコを流していきます。温かいチョコを流すからミルクチョコが少し溶けてきて、ホワイトチョコと混ざって年輪っぽさが出てきてくれるといいんですけど。もう一度冷蔵庫で冷やしておきます。次はこれ、グミを使います。いろんな形のグミがあるけど、今回は緑のグミを使おうと思います。
グミを半分のさらに半分くらいにカットして、葉っぱの形に整えておきます。今から作るものはひっくり返してバンバンしながら出せないから、このシリコントレイで作ります。土ブロックとかと同じようにミルクチョコを溶かして、流して、柔らかい間にさっきのグミを突き刺します。さあみんな、これは何でしょうか？わかるかな？そう、畑の作物です。みんな、正解した？さあこれも冷蔵庫で冷やしていきます。もうひたすらチョコを流して固める作業ばっかりだよね。でも食べられるマイクラを作るため頑張ります。次々いきます。原木は固まってるかな。あ、いい感じ。この上の部分を少し削って年輪みたいになって、なかった！ショックすぎる。気持ちを切り替えて、お野菜はどうなってるかな。パッと見はまあまあじゃない。さあじゃあ取り出して、やば、これも硬い。押しても押しても出てこない。これは角から思いっきりトレーを押して、よかった、なんとか取れてきました。これが割れてたら泣いちゃうところだったよ。一つ外れてきたら少しずつだけど、他も取れてきたし、シリコン素材でよかった。はい、お野菜完成です。おお、石ブロック忘れてました。ちゃんとこの通りできてます。次は茶色のブロックを縦に4つ積んでいくね。緑のブロックはピラミッドみたいに積んでいきます。外れないようにチョコを塗ってひっつけておくね。さあいよいよ世界を作るぞ。まずはベースになる草ブロックをひたすら並べていこうと思います。ここには畑を作ろうと思うんだ。土と野菜を交互に並べて、真ん中は水ブロックを置いて水路を作るね。囲いの中を埋めたら畑の完成。今度は石ブロックを重ねて段差を作っていくよ。2段3段ってなるようにひたすら草ブロックを並べていきます。間の見えない部分は土ブロック、3段になるように積み上げました。ここに1箇所チョコを積まなかったところに、さっきの積み重ねた茶色いブロックを立てます。上に緑のピラミッド型チョコを乗せたら木になりました。少しずつ村っぽくなってきたかな。まだ反対側が寂しいから、石ブロックを並べて中心に水ブロックを置いて、イメージは井戸。みんな井戸に見えるかな。最後はやっぱり家がないと村にならないから、石ブロックの上に家を作っていきます。この家が一番歪みがわかるよね。最後井戸の囲いを乗せたら、リアルマイクラの世界の完成。チョコレートで作ったマイクラの世界、食べてみたいって思ってくれたら評価をぜひ。リアルなマイクラの世界を作るのに何を使ったら正方形が作れるかな。何かアイデアがあれば教えてください。次はどんな動画を作ってほしい？コメント欄に書いて教えてね。それじゃあまた次の動画でね。バイバーイ。